おはようございます。12月16日木曜日です。本日の御在所状況はまあまあですね。今んとこは昨日ぐらいなんですが、まあまだ出荷されてますんでね、もう少し増えるんじゃないかなと思います。よかったです。はい、見ていきましょう。うわー、ええカニが並んでますね。高そう。活魚もまあ少し何かありそうですけど、まだちょっとね出荷されてないですね。また後から見に行きたいと思います。まだね、ぼちぼち出荷されてますので、まあ、昨日よりは多いんじゃないかな。そんな感じですね。送りのにも、まあですかね。まあ今日はね、入選があったんで、下関の、まあ、少しはありそうですね。はい、下関です。これ、おはようございます。おはようございます。どうも、入ってますね。すごいね、この締まりのヒラメ。アミダチ、マキダチ、なんと可愛いムツですね。小ムツ、でかいね。これ立派な。同じような感じですかね。あちら見に行ってみましょうか。
おお、また大きなシガレがおりますね。これでかいです。ああ、これいいサワラだね。大きさもいいし、サワラはまあぼちぼちありそうですけど、ちょっと今日は少し買っときたいと思います。トフグが結構ありますね。トフグもちょっと欲しいですけどね、意外と高いんですよね。パッと見てデメキみたいに見えません。この間でもね、結構いいヒラメがね、ちょんこちょんこありますんでね、こういったのもチェックしておくと、買い逃した時にね、ゴミの狙いものもありです。おー、見物かわいいね。小さいですね、ちょっとね。これもね、容器取れる時にはうちも用を使うんですけど、今はねちょっと少ないですね。しかもサイズがめちゃくちゃ細いし。あたなまこ、あこうですね。おまマギですね。黒いやっちゃん、おお元気、おお、やってやって、今日もヤズはぼちぼち上がってますね。撮影所なんで量出んにゃ。今日は雨っすよ。今日は雨っす。天気悪そうだね。もう今週終わりですね、これ。ああ、寂しいな。トラちゃん、1キロぐらいかな。ああ。今年こそはでっかいの撮ってやろうと思ってる。両抱えできるぐらいだよ。探したい。まず先行けばエビの話、エビ行けば先行く。またいましたね、オオニベでか。1、2、3、4、5、6、7、約1メーター40センチ。でかいですね。すごい顔。大きいです。はい、もちもちね、イカシモンが出てきましたね。おお、結構大きいね、これ。ひっくり返ってるかわからんけど。おお、でかいね、この体。あれを超えてますね。ヒラメちゃん3キロぐらいですかね。あー、これも太いですね。これも厚みがあります。えー、ヒラメ。はい、こちらまたタイがちょっと重なってますね。状況ね、この辺は2キロ前後ぐらいのタイですね。で、ここにもいいヒラメが1枚。あー、これも厚みがありますね。今日もね、どれか変えたら狙ってみたいと思います。変えたらいいんですけどね。マズラハギですね。でかいね。こうやってもう上から見るだけでね、太いのが分かりますもんね。腹パンパンです。これ液も入ってるでしょうね。こちらにもタイがいますね。あー、これはちょっと細いかな。
これ大きいのがおりますね。あ、この大きいやつはいいですね。これはまあまあいいですよ。ざっと 3.78 ぐらいあるかな。4キロ弱。カサゴ、カサゴの山ですね。小さいね。おはようございます。おはようございます。ヒラメ、ヒラメ、あ、悪くないですけどね。はい、はい、競りが始まります。今日もなかなかタイもね、数が少ないんで、いいのが買えたらいいんですけどね。どうでしょう。はい、どっちでも1枚、どっちでも1枚が3000、3000でどこかなんか3000は合えば、3000で310番が、3000で310番がどこか1枚、周りはどこかなんか3000、3000でどこかなんか立派などこかなんか2号、ヒラメが1枚、ヒラメが1枚は6000、3000でどこかなんか7000、3000でどこかなんか8000、8000でどこかなんか9000、9000でどこかなんか、4000でどっからんか5000でどっからんか6000、5000でどっからんか6000でどっからんか6000、5000でどっからんか5000でどっからんか4000、5000なら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 どっからんか4000、5000でどっからんか7000、5000でどっからんか8000、5000でどっからんか8000でどっからんか8000、ヒラメが1枚、ヒラメが1枚が6000、6000でどっからんか7000、7000でどっからんか8000、8000でどっからんか9000、9000でどっからんか9000でどっからんか8000から310万、8000から310万がどっからんか9000目でおったかお前1枚、店長がどれでも時間が3号、3号ならどっからんか33、33ならどっからんか29は合えば、29なら310万がどっか1枚、周りはどっからか、リッパーならどっからか、26の2号、2号ならどっからか、2号、もうちょっと持ってるんですか。はい、沢田さん、はい、1本、はい、1本、これは5000、はい、5000、はい、6000、6000、6000、はい、6000、6000、7000、はい、7000、7000、7000、
手丸がどっちでも時間、どっちでも時間が3号、3号ならどっからか4線、4線でどっからか4線でどっからか3号は9番、3号で9番がどっから1番、周りはどっからか3号の3号、3号ならどっからか3、3ならどっからか3、2ならどっからか2、9は9番、1、7、9番がどっから1番、発行が1番が4線、4線でどっからか6線、6線でどっからか5番な。ありがとうございます。これと、あとそうだ、あやてちゃん。なんかあったかいの？あ、青いワードかかってる。はい。そうだと。今余った。はい。ないんすか？ないか。ないなぁ、魚。あれ？まだやね、ちょこちょこ今日はありますね。よかったです。あんこ。カニワリ。おお。おお、綺麗だね。あれ1個これでよ。はい、今日は天台。おー、器でかいですけどね、よう超えてますよ。はい、天台2枚ゲットできました。よし、はい、大きめのヒラメも1枚。まあヒラメは今日はちょっと激しかったですね。今日のね、相場の高騰の原因は明日から実はね、しけなんですよね。明日からだから金銅がね、もう出れないっていう漁師さんからの話が届いてますんでね、それでね、皆さん生かせられるもんはね、高騰してしまったですね。やれやれ、まあとりあえず確保できました。はい、2000円。はい、1号だ。はい、これ2000円。おはようございます。おはようございます。はい、川くん。はい、川です。おい、村上翔です。ああ、すいません。ありがとうございます。ブブブ。福岡便ですね。本当だ。あ、あれだけでかいの6本した。ありがとうございます。はい。はい、ありがとうございます。大サバ。デカマサばっかりですね。でかいね。20キロ超えが。あ、種類としてはあんまり多くなさそうですね。はい。明日頼むよ。はい、はい。はい。1本、1本しか用買いません。ごめんね、佐々木さん。はい。はい、はい、今日のタイは何キロでしょうか、はい、頑張れよ、はい、5.2 はい、じゃあ、はい、次
今日高かったね、タイがね、全部ね、はい、少ないけ。高かった。はい。2.9。ああ、こっちはまあまあ、ぼちぼちってとこやけど。こっち。はい、じゃあ、帰って測ってみましょう。はい。はい、それではね、競りもね、もうそろそろ終わりになりますね。はい、私も戻って頑張りたいと思います。まあ結構あったんですけどね、これって言ってね、まあちょっと買っとくものっていうのはね、そんなになかったっていう感じですね。まあそれでもね、ストックできましたし、今日はね、昼ぐらいまではちょっと漁に出れそうですからね、まだ明日も少しはあるような予想です。まあちょっとね、蓋を開けてみないとわからないんですけどね。はい、じゃあここで、さあ木曜日後半入ってきました。皆さん今日も一日しっかり頑張っていきましょう。さあやるぞ。はい、お店へ到着です。さあ今日はね、ちょっと空模様がね、怪しいですね。まあそれでもしっかり作っていきたいと思います。よし、はい、おはよう。おはようございます。おはようございます。はい、スギちゃん、聞いて、はい、もらったよ。じゃじゃん、シュークリーム、どこにあってるの？もらったよ、シュークリーム。どこのですか？読めません。古月堂です。古月堂です。読める？英語は読めません。ちっこいけどね、これすんごい重たいのよ。はい、カー君、聞いて。聞いた、はい、どこやったん？すごい汚れ。映ってないじゃん。いただきます。いただきます。うん、うまっ。うまっ。たっぷり、カスタードクリームが。すごいね、たっぷり。ポテンポテン。すごい。っていうか、ほぼほぼクリームね、全体が。皮が薄いですもんね。皮が極薄で。これ、はうまい。クリームを飲みよう。うん。飲める。飲める、これ。でもね、美味しいね。すごい綺麗なクリーム。美味しかった。お疲れ様でした。はい、今日もお疲れさんでした。お疲れ様でした。OK。
気をつけて。シュークリームしか食べてないよ。シュークリームしか食べてない。残念じゃな。芋天も食べた。芋天食べたやろ。こっそり。いらっしゃいませ。はい、じゃあね。また明日。はい。これペイペイで買うよ。あ、ペイペイで買うん。ペイペイ払い。ペイペイできるんよ。おお。ございます。ございます。はい、川くん。はい、川です。おいどん牛丼西郷丼。九州チャーシュー皆の州。ダーン。よろしくお願いします。はい、朝。村上翔司です。あ、すいません。ありがとうございます。